まもなく開会となります皆様お待たせいたしましたこれより FC 町田デルビアサポーターミーティングを始めさせていただきます本日はお忙しい中またお足元の悪い中ご参加いただきまして誠にありがとうございます 私は本日の司会を務めさせていただきます近藤と申しますどうぞよろしくお願いいたしますそれでは初めに本日の出席者をご紹介いたします FC 町田デリビアオーナーで株式会社サイバーエジエント代表取締役社長藤田晋でございます続いて株式会社デリビア代表取締役社長大友武久でございます 続きまして開会のご挨拶として株式会社デリビア代表取締役大友武久よりご挨拶を申し上げます。失礼し,します。はい、えー、皆さんこんばんは。えー、社長の大友でございます。えー、本日は足元のお悪お粗い中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。 えっと、まずもってあの、本来であればですねこういう皆さんへのこうサポーターミーティングいろいろクラブとしてお伝えすることということはあ、まあ、実はあ手順を踏んで計画をしておったわけですけれどもお、まあ、あ商標登録の部分であるとかっていうところであのちょっと先にですねいろいろとこう情報が出てしまって。 そののこのリスク管理できてなかったなというふうに私も思っておりますあの申し訳ございませんでしたであの、まあ、我々クラブの方はですね昨年10月、まあ、この場でまた私もこうご説明をさせていただきましたけれどもグループ入りをするという時に、まあ、本当に J1 を狙うぞと。 町田から世界へ出ていくぞということは、こう、評判しておって、町田氏もスタジアム改修に向けて動き出してくるというようなところがあって、本当に自分たちだけでできるのかというような思いもあった中で、グループ入りを決めたということがあります。あのチーーームの将来に関しましまては藤田オーナーと 情報共有しながらクラブと一緒に今やっている最中ですのでまた本日はですねぜひクラブの将来構想というようなところもオーナーの方からございますので一緒にまあお話聞いていただければなというふうに思っております本日はよろしくお願いいたします続いてクラブの未来構想に関しまして FC 町田デリビアオーナーで 株式会社サイバーエデンと代表取締役社長、藤田つむよりご説明させていただきます。本日は雨が強い中お越しいただきましてありがとうございます。あの今、大友社長の方からありましたけれども、リブランディングについての説明がご手に回って りましたこと、あと、それによって皆様を、不安に、させてしまったことを。お詫び、まあ、申し上げたいと、思います。あの、まあ、これは私自身。ゼルビアの株を取得する際に。かなり早い段階で、サポーターの皆様の前で。まあ、僕の口からご説明するべきだと、え、いうふうに言っておったんですけれども。あの、まあ、予想以上に。 最初の段階で皆様に温かく迎えてもらったこともあってまあ安心してしまったこともあってちょっと段取りが悪くなってしまって本当に申し訳ございませんでした。あのとは言ってもです、ね、サポーターの皆様クラブ運営する上えで選手、スポンサーサポーターという中でそれを決して軽んじているわけではございませんで。 それどころか最優先にすべきものはサポーターだというふうに私は考えております今年の7月7日対レノンファー戦に日曜日のナイトゲームで19時から21時のゲームだったんですけれども僕も山口まで行きまして両親を連れて自分の応援している山口 あのゼルビアの試合を見せようと思っていったところ、まあ、0対3で、えー、負けてしまったんですけれどもあのその際にゴール裏にも、えー、行きまして、えーまあ、そんな決して多く人数ではないんですけれども、まあ、サポーター、まあ、そこにい,い,いらっしゃった方も今日、いるかもしれませんかですけれども、まあ日曜日の、えー、夜に、えー、決して交通の便がいいとは言えない街だから、まあ、山口まで。えーまあ もしかしたら郵送したのかもしれないですけれどもまあ横断幕とえ大きな旗まあそして0対3で負けてまあこれからこれを片付けてえ日曜日の夜あのみんなが早く家に帰りたいところをえまあ飲みに行くという雰囲気でもない中で行くのかと述べたときにまあそういったことを経験というのがまあこれまで何度もえあったんだろうなとまあ決して一度や二度ではなくえそんな 長い歴史の中で、ゼルビアを応援してくれた皆様に対して、まあ、あの慣れ親しんだゼルビアという名前を、リブランディング、それでもしなければいけないというふうに私は考えております。なぜそう,にそう至ったかという点にことについて、今日はご説明させていただきますここから座って失礼します。 まずあの改めてこれまでの町田ゼルビアの歩みですが1977年に設立されて42年のクラブの歴史があります創立時は FC 町田という名前で F 町というふうに呼ばれていたそうですけれども1997年に J リーグの創設されるにあたって町田も愛称を作ろうということで ゼルビアという名前にして、まあ、それまで愛称は F 町だったものですから、まあ、その当時はえそれに対して反発というかハレーションも起きたというふうに聞いております、まあ、そしてあの多くの地元関係者企業サポーターの皆様に支えられて運営してきて特に2007年以降、まあ、現会長である下川会長がですね、えー まあ地元企業のまあ自分の会社から水にも切りそしてえ新たな支援者探しなどにですね奔走して汗をかいてえずっと支えてきたというのがゼルビアなんですがしかしながらえご皆さんご存じの通り昨年えもう一息で J1 に手が届きそうだというチーム成績にもかかわらず J1 ライセンスが取得できないと。 まあその J1 の、まあ、これが J1 ライセンス取得の基準なんですけれども、まあ、天然芝、臨選出したクラブハウス、えー、ホームスタジアムといった問題を抱えていました、まあ、そんな中ですねあの、まあ、これまで、えーまあ、未然に起って支えてきたような、まあ、下川会長が、えー、このままではあの町田が強くなっているのに、えー、飛躍ができないということで 新たなオーナーを探している中で人を通じて私に話があったというような経緯がございますあのまあその話を聞いた時にまずあの僕自身サッカーが大好きなものとあと田舎から初めて来た都会が町田だったものですから非常に愛着があってなんとかやりたいと個人的な思いでまずやりたいという 気持ちがありましたあのその時にあの他の J1 のもっと、えーまあ、今現時点ではメジャーなチームからの話とかもあったんですけれどもやっぱりち愛,、まあ、愛着のある町田でやりたいという思いでですね、えーまあ、話を進めようというふうに考えたんですけれども、まあ、正直言ってやりたいんですけれどもこれが非常に危険な投資であることは僕自身の経験から知っていたんです。 これは過去にヴェルディで経営参画をしていた経験からものすごくお金がかかる、えー、ものであって非常に難しいと、えー、それでも何とかですねあの形にしたいと考えたんですけれども、まあ、これ自分の個人のお金を出すんであればともかくとして、まあ、それはちょっと本当にそれでも、えー、個人だはきついんですけれどもあの会社で行くのであればサイバーエージェント 全体でまあいろんな部署で稼いでくれた利益をここに突っ込んでいたり何よりサイバーエージェントは上場企業ですからこのような大きな投資をする場合ちゃんと合理的な説明がつくようにしなければいけないと、まあ、そんな中ですね、まあ、単に町田のチームにこれ少なくとも J1 ライセンス取得くのに10億以上かかるわけですけれどもそんな巨額な投資をすると。 いうのがなかなか難しいんですけれどもこれからの成長ストーリーを描くことでなん、まあ、とか納得できる形まで持っていこうというふうに考えてやったわけでございます。で昨年の10月ゼルビアに資本を増資しましてサイバーエージェントグループ入りしたわけですけれどもこの時の増資をする契約の中に あの町田のチーム名を変更するという文言を入れておりますこれについては当然大きなまあハレーションを起こすことは分かっていましたので事前に主要なスポンサー,ーそして一部のサポーターさんにあの説明はしたんですけれども当時あのこれが非常に情報漏洩すると大きな話題になってしまうものですから情報管理に気をつけすぎた結果 あの十分に伝わらなかったというようなことがございますそれで、えーまあ、増資をしあの上野原グランドの整備に1.8億円これはもう、えー、完成していますそして、えー、の ライセンスを満たす練習場とクラブハウスが一体化したものの建設に着手しておりましてこれが8億円とこれで、まあ、あの増資した分の大半を使い切っているわけですけれども、あのー、これ当然ここで、まあ、これなぜ JF1 ライセンスが町田に今年交付されたかというとこの建設に着手したことが確認されたので、まあ、J リーグ機構から OK が出たという形です。 ただ、もちろんこれで終わるわけではなくてあの人件費をさらに増強させないとあの現、えー、選手人件費では、まあ、残念ながら J1 で戦える規模にはなっていないと、まあ、そういった面も含めてですねやっぱりあの下川会長が今後本当に町田を育てようと思ったときに、えー、より大きな資本の傘下に入らないと追加投資がしていけないということを 踏まえててサイバーエーエジェントに打診してくれたといいう経緯がございますそれで追加投資に関して、まあ、11億町田にまずは増資したんですけれども、まあ、当然将来的な収益が見込めるという説明の下でやらないと単にこうお金を垂れ流しているだけでさすがに我々上場教師それはできないのでではえ何でえサッカー球団というのは サッカーチームというのは収入を得るかというと、まあ、簡単に言うと、えー、この3つしかありませんこれサポーターって書いてありますがこれはあの入,場、えー、入場料収入です、えー、その試合の入場料、えー、グッズ売り上げあとスポンサーとこれ3つ以外はまあほとんどないと言っても過言ではないんですけれどもあのこれらはあの単純に一つのことでえ話は集約できるんですけれども ファンが増えれば試合の入場料がが増増ええるファンが増えれば当然グッズが売れるしファンが増えればスポンサーがそのファンにアピールするためにつくと逆はもうなくてですねあまりそのサポーターがいないのにグッズがいっぱい売れるってことはありえないですし人気がないチームにスポンサーが入るというのも残念ながらありえないですだからあの町田としてはこれから 本当に投資に見合うチームにしていくさらに J1 に戦えるチームにしていくためにはなんとしてでもファンを増やさなければいけないこれが必須の条件であるということになりますで改めてです、ね、町田の現状をお見せしますと前年ながら今、平均入場者数1試合あたりのです、ね、これは 全 J2、まあ、までのチームの中で下から4番目と、えー、いうことになります、あのー。当然サポーターの数を増やさなければこの入場者数というのは増えないですそれよりも、えーまあ、ちょっと深刻かもしれないんですがチーム人件費これ残念ながらですね J2 まで全てのチームを合わせて下から2番目です。今年はあのー、サイ,バイデントの資本が、えー、入って少しまあ ランキングを上げてますけれどもそれでも、まあ、これよく見たら分かりますけれども J1 の上位を戦っているチームから比較するともう10倍の開きがあり神戸に至っては20倍の開きがあるでこれであのじゃあ J1 に行って戦えるのかというと当然戦えるわけがまあなくてたまにあの岡崎がいた頃のレスターのような奇跡が起きるというのはある,あるかもしれないんですけど、まあ、経営的な側面で見ると奇跡を待つというような経営はもうできないので。 当然、あの人件費を増やして強いチームを作ってファンを増やして収入を上げて経営を成り立たせるというところを、まあ、我々はもう目指さざるを得ないという、まあ、これはもうなんとか会社を説得して投資を決めてからもうやらざるを得ないという経営的な側面ではもう使命ということになります。 でまああのまあ10倍人件費がかかるというとまあファンの数を増やすのは10倍では効かないぐらい増やさなければいけないんですけれどもあの町田を取り巻く環境を改めてまあ皆さんもご存知だと思いますが町田市の人口が43万人ですそれにそれで、えー、じゃ町田をあのまあ拠点に周辺に、えー、マーケティングマーケットを広げていこうという考えでいくと。 まあ、ご存知通り、町田の周辺というのは、非常にサッカーが盛んで。競、え、合、ー、チームがひしめいていると、えー、まあ、サッカー球団がたくさんあると。いう。えー、まあ、状況があります。まあ、町田にとってですね。今、ファンの獲得におけるマーケットの拡大と。えー、選手の育成というのは、もう急務と言っていい、今すぐやらなければいけないことなんですけれども。ええ、町田だけということで言うと、まあ、この。 人口の中でやるというのは非常にまあ難しいですそこであのまあ考えた戦略というのがまあ首都東京にあるえ町田をまあ拠点に東京全域でマーケティングを展開するとで世界に対してもやっぱり東京というブランド力があるのでまあ選手の獲得やまあブランディングに対してさまざまなえ利点があるということでまあ東京というのを えーまあチーム名に入れたいというのがまあ増資をするときにまあここはまあ外せないというのことをまあ言ったところでありますあの当然選手の獲得やファンの獲得以,前まあえ以外にもあのチームの経営を安定させていくためにスポンサーを獲得しなければいけないんですけれどもあのスポンサーを獲得する上で世界に打って出てくる東京の街だと言われると かなりメジャーなスポンサーが入る可能性があるんですけれども、まあ、町田をえ限定的にすると、まあ、今のメインスポンサーで一番大きなサイバーイベントですけれども、まあ、我々自身も町田だけを相手にしてあの仕事を商売をしているわけではありませんし、まあ、大体の,そのまあスポンサー候補企業というのはえもっと大きなところを捉えたいので、まあ、そういう意味でもあのリブランディングしてえ町田全域であると。 えいうことがまあ,必要だと、あのー、まあそのスポンサーを獲得という意味でもえ今までの延長線上と一回仕切り直してえブランドをこう新たにアピールしていくようなリブランディングというのがあの今日のご説明の中で伝えたい,まあい、あのー、このタイミングでどうしても必要だったことえでございます。 今回ですねあのロゴマークを変えるにあたって過去の経緯というのを見てきたんですけれども、まあ、1977年の創設以来あの町田サッカー協会というのは非常にまあ熱心な指導者の方々の力で昔から東京を代表するサッカー組織だと、えー、いうことだったらしいです。でそのの当時のですね 創立時のロゴ、結構これ今見てもクラシックでかっこいいですけれども、あの見ていただくと分かります通り、これ、東京だから、決してまあ町田と、と FC 町田東京にしたからといって、あのまあ創業の志を、全くその無視して、マーケティングだけを考えているわけではなくて、もともとの FC 町田、F 町であり、東京のまあ日本の首都、東京にある町田と。 いうところを踏まえてリブランディングするという考え方をしております。で今回のですねあのもうネットで見られた方がほとんどだと思いますけれども新しいエンブレムがこの形で考えておりましてあの赤い花がですねこれが町田市の花サルビアをモチーフにしておりまして。 鳥鳥のの方が川蝉町田市の鳥ですねそしてその下にある、えー、町田の町の字を、えーまあ、用いた形で、まあ、町田市らしさをデザインしたと、まあ、これでクラブが町田市とある共にあるという思いを、えー、表現しておりますあのこれ、まあ、僕はかっこいいロゴだとは思ってますけれどもあの今見た皆さんがええー、と思ってるのわかるんですこれあの4年前にサイバーエーエジェントは あのアメーバの前、のロゴ、アメブロとかで使われてご存知の方もいるかもしれないですけど、会社のロゴから、アベマ t v のアベマ m a 君をえモチーフしたロゴに会社のロゴを一新したときに、私が社員みんなの前それを説明したときに、かなり、なんか、ピンとこないとかえよくないみたいなあの否定的な意見が多かったんですけど、驚くほどの勢いでみんな慣れていった。 まあ長い、えー、サッカー球団の歴史ではありますけれども、まあ、意外と慣れてくれるんではないかというふうに、えー、思います。まあ、続いて、えー、こちらがマスコットなんですけれども、あのーまあ、もちろんゼルビー君をないがしろにしようという考えではないんですけれどもやはりリブランディングするにあたってゆるキャラを用いた、えー、球,球団というかチームというのが、まあ、あまりにも多くて。 やっぱりその都会のチームという形、まあ、世界に打って出るチームというふうに見せ方を変える時にやはりこう思い切った変換というのが必要だとこれはアメコミ風をモチーフにしたあの町田市のカワセミを模した正義のヒーローという形なんですけれどもそのロゴも使いやすいようなマスクにしたもので。 えー、このような形でやっていきたいというふうに考えておりますあの改めてです、ね、あの皆さんご不安な点をかなり SNS にかあの、まあえー、拡散されてたところもあるんですけれどもまず、えー、ゼルビアというのはチーム名から消えますけれどもあの我々運営会社というのは株式会社ゼルビアとして、えー、ゼルビアの、まあ、気持ちを残します。 あとサポーターの皆さんがえちゃんととかでえ昔からのゼルビアという言葉を使っていただくのは構わないですただ、これを FC 町田東京これはあの F 町というふうにえ呼ばしたいといううふに思ってますのであのまあ F 町と呼,呼んでほしいですけれどもまあゼルビアというのをえまあ使ってそのサポーターの間で使っていただくのは構わないです。 であのゼルビー君は、えー、スタジアムのマスコットとして、えー、スタジアム上にはあのーまあ、活躍してもらうという形で残したいと思いますあと、えー、チームから栽培前と緑を用いてますから、まあ、緑にするんじゃないかという方もいらっしゃ,っい,らっしゃいましたけれどもこれはもう最初から変えー、帰る気はありませんあともう当たり前ですけれども、あのーまあ、町田から世界へという、えーまあ、スローガンを標榜してるぐらいで やっぱりあの世界から、えー、町田という言葉を認識させて、えー、もっとかっこいい、まあ、サッカーを通じてかっこいいイメージにしていきたいとい、えー、ぐらい思っているので、えー、最初からまあ町田から出ていくつもりはありません、えーまあこれはわざわざ言うこともないかもしれないですけどそれをご心配される方がいるので、えー、書きましたと。 で今後、これはあ、まあ、フロント、えー、そして、えーまあ、チームと、えーまあ、その資本参加した際に言っているビジョンですけれども、まあ、今年はもうちょっと無理だと思いますけれども、えー、来年、J1 昇格を目指しそして、えー、再来年の2021年から J1 に参戦できる規模のチームにしそれから2024から20 2025年ぐらいに J1、えー、の優勝争い ACL で戦えるチームに、えー、それだけの、あのー、規模のチームにしなければいけない先ほど、あのー、ランキング見ていただいて分かる通り、まり、あ、現在の、えーまあ、選手人件費そしてファンの数では、まあ、とてもじゃないけどこれはできないんですけどもやっぱりそれを目指して、えー、やっていこうということで、あのー、皆様にも、えー、新しいファンの、えーまあ、歓迎だとか えー、まあファンの開拓にもですね、えー、ご協力いただきたいというふうに、えー、思っております、えー、以上でありございますどうもありがとうございましたそれではここから質疑応答に移らせていただきます質問のある方は挙手の上お名前をおっしゃっていただき質問をお願いいたしますマイクはスタッフがお持ちいたします なお質疑は1回のご質問で一つまでとさせていただきますまた本日の議事の内容と大きく異なる発言はご遠慮いただけますようお願い申し上げますそれではご質問がある方は挙手をお願いいたしますそれでは真ん中の方お願いします吉村と申します、えー、お忙しい中お時間いただきましてありがとうございます、えー、伺いまして えー、おも今思っていることと、プラス質疑応答なので質問もしないといけないと思うので質問まで入れさせていただきます、えー、まず結論から言うとですね大変残念な気持ちで聞いています、えー、まず残念に思った理由の一つ目、えー、チーム名 FC 町田東京ですか、えー、クソダサいなと思います。あの <laughs> <laughs> あのの 町田って特殊な土地なのは藤田オーナーもご存知だと思います大妻さんはまち間違いなく知ってると思うんですけど要は神奈川県町田市で郵便物が届くんですよあとねあの心なく神奈川とか言われるわけですよで,で最近はそれを踏まえて町田は町田だというこうなんていうんですかね、えー、マインドがだいぶ醸成されてきてるのかなと思ってます今回のこの FC 町田東京という名前はですね 町田は町田だという今の流れから完全に外れていてこうみんなに神奈川って言われるのが嫌だから東京ってつけたのっていうふうに見えるんですそれが大変ダサい今まで町田そういう周りに J リーグのクラブがいっぱいいる中でそれでも親会社もほぼない状態で J2 まで上がってきた町田の誇りみたいなものを 全く無視したブランディングだなっていうふうにすごく思えるんですそれが僕がこの名前を残念だと思う一つ目の理由です二つ目の理由ゼルビアというのはもともとゼルコバとサルビアを重ねたそこが町田にこだわってるなっていう意味の言葉だというところからも応援している側としてはストーリー性をすごい感じていたんですねとてもこう町田に由来して町田だからできる町田だから ここまで来てるっていうストーリーをすごく感じられるストーリーを感じてました特に2007年2008年から見てたものとしてはそれをすごく感じています東京という名前にはストーリー性が一切感じられませんあのえっとこう特にサッカー先ほど藤田オナおっしゃってた山口に行った時のサポーターの皆さんあのロジカルじゃないんですよ サッカのの応援するのって結構感情で動く感動のために動くっていうところがあるのでそのロジカルで決められてその方がいいだろうっていうものに対して心が動かないと全然反応ができないんですねそういう意味でこうとてもこうストーリーとして入り込める名前じゃないなっていうのが2つ目に思ったことです。3つ目なんだっけ はい、あえ3つ目、東京という名前を、あメモを皆さんに取っていただいて、ありがとうございます、えっと、東京という名前を、を3つ目の問題、東京という名前をつけて東京に広がっていくとはとても思えない、多分あのヴェルディが川崎から東京に移,籍しあの移動した時にも、移伝化した時にも、すごく苦しんでたと思います、今はすごい時間かけて広がっていってると思いますけれども、えー、と名前つけたからって東京に広がっていくとはとても思えませんっていうのが。 私のののの思思っったたこの3つのこの名前が残念だと思った理由ですそれを踏まえてやはりリブランディングというコンセプトを聞いていると今野津田にアクセス悪い中集まってる4,000人5,000人が減ってでもどうにかしたいというふうに見えるんです聞こえるんですそうじゃなくて今いる4,000人5,000人がもっと来やすくなるもっと 増えるような町田の中ででも増えるようなことをこう取り組んでほしかったなっていうのが思いとしてあります明らかになんか町田に残りますとは言っているんですけど町田の中で深く人口の2%くれば8,000人かな3%くればもうのぞた満員ですそういう状況に持ち込もうという意思が感じられなかったのが私はとても残念でした そういう視点で、まあ、スポンサー獲得という意味ではおっしゃる通りなのかもしれませんけどサポーターという大事なところ入場料収入というところ大事なところをこう踏まえてこの名前じゃなきゃいけなかったのかどうしても納得いかないんですけれどもその点、もう少し詳しく思いを聞かせていただけませんか。はいいありがとうございます あそですえっとまあその、まあ、クソダサいというふうにま <laughs> あ思われるそうですけど、まあ、まあ現、えー、フロント陣と、えー、いろんな形で、まあえー、議論しまして、まあ、最初は実は FC 東京町田というそれの商標登録がまず SNS で、えー、漏れた経緯もあったんですけどもやっぱり F 町と呼ばせようと、えー、やっぱり町田を、えー、ブランディングしていこうということで。 まあこの名前に着地したんですがそう感じられるかもしれないですけどあのゼルビアという名前は意外と覚えづらいんですこのもう皆さんにとってはちょっとええと思うかもしれないですけどじゃ長崎とかも覚えづらいんですよ。ぱっと上の名前が出てくる人は本当に J2 よく見てる人しか出てこなくてやっぱりあのそれが結構あの正式名称を言わせるときに。 まあ少しネックになるというのもまあ,ありえ先ほど言ったようにあとそのののあ、野津田の2%来るというのは確かに説得力ある話でそれができたらいいなとは思うんですけどそれに踏まえてもしかしたら他のスタジアムもっと駅に近くてその可能性もかなり探してみたんですけどまあ単純に土地の関係でえ結構絶望に近いぐらい難しいと。 放映とかか、まあ、アベマ、TV、やってますから映像的な価値が世界中から見てくれるとしかも日本中から見てもらえるようなサッカーになればこれは別にそのスタジアムが10日ろうがまあ価値があるというふうな、まあ、そこも踏まえた上でえで世界から選手が集まるような名前にしたいということでなんとか東京をつけて、まあ、アジアのどこかです 次のキャリアを積もうと考えているサッカー選手が、まあ、チョイスの選択に入るというような、えー、チームにしようということで、えーまあ、この名前に、えー、みんなで話し合って落ち着いたという経緯がありますあとあのストーリー性という意味でいうとあの、まあ、そういう意味ではリブランディング再出発という言葉を使いさせてもらいましたけれども今日、えー、皆さんにこうして、えー、集まってもらって、えー、直接お話しているのも まあこれをあのライブ配信しているのも、まあ、ある意味ストーリーのえー一つであり、まあ、再出発するのにこれがえどうしても必要というか、まあ、要は J1 のチームに上がるにあたってもう本当にあの下川会長が水に切ってえ本当に気の毒なぐらいまあお金を使ってやってきたものを引き継いで何とかしようという中ではあのー、まあ そういうクラブの歴史として長く刻まれるような、まあ、今日は転換点というかになれ、まあ、それを伝えていければいいなという意味で使わせてもらいましたあとまあ,あの東京に広まるとは思えないということでしたけれどもまあ,あのそういう意味では我々一応アベマ t v はメインでこの有力コンテンツに。 日本テレビがかつて巨人軍でかなり優位に立ったように、まあ、人気チームになってほしいと、まあ、今はほとんどあの中継してすることなどは先行投資としてやっていることですけれども、まあ、そういう思いもあってやっているものですからあの東京に関わる人が少しでも、ねえー、応援してくれるような、えーまあ、かつての読売巨人軍のような形にしていければなという、まあ、難しいかもしれないんですけど。 そういう思いを込めて、えー、まあこの名前をつけています。それではその中ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。えー、では早かった、あの真ん中の男性目が欠けられた方ですね。あ、すみません。えっ、ー、と一川と申します。本日このような場をお作りいただきましてありがとうございます。 えー、質問だけ2点点今感じた点で、えー、申し上げますまず1点目は、えー、町田から東京にというところで今こういうパワーポイントで見たんですが具体的にどのようなことをやって町田から東京にっていう具体策があるのでしょうかっていうのがまず1点で、えー、2点目が、えー、今見た約78年で ACL 優勝っていうところまで目標を立てたのですが、まあ、先ほどあの人件費の面でも まあ、神戸と20倍以上差があるとそういう中で優勝していくだけのそういう戦力を整えるっていう覚悟がサイバーエンジンの側にあるのかどうかっていうのをお聞きさせ願いたいと思いますそこまで書くのであればそのような計画があるとは思いますのでよろしくお願いいたします。はい、あま町町田田かからら東京でじゃなくて町から世界へ えというふうふに言ってておりましてあの世界に出ていく世界にブランディングをしていく上えで東京という言葉がまあ有効であるということで、まあ、東京をつけてあのマーケティングのマーケットを東京に広げる上でもやっぱり世界から見た時を意識したものとやっぱりとさっきの町田をこう東京をつけるのダサいというふうに、まあ、そこはちょっともう。 あのまあ、土地の歴史みたいなのはどうしようもないのであのもう東京にというのはもう世界に行こうということであのつけた名前でございまして特にこの名前をつけるのに一番意識していることは外国人選手の獲得なんです今の時点ではヴィッセルみたいにすごい取れるわけではないですけどもでも若くて優秀な選手まだ世界にいっぱいいますから。 えー、そういう選手を取るにあたって、えーまあ、クラブハウスとか練習場がちゃんと整わないと、えー、動いてもしょうがないという,ふうな考え方からハード面が整うまでは、えーまあ、その大きな動きはしないというふうに言ってますけれどもちゃんと、えー、十分お迎えできる体制が整えば、えー、そういう選手の獲得に乗り出そうと、えー、そうすると、まあ、結構な人件費がかかってもう、えー、裁判所と役員会でもそれはかなり。えー ピリピリして見られてるんですけれども、まあ、その段になってちゃんとストーリーが作られてないと厳しいとこのゼルビアから東京にすると皆さんものすごい大きいたことって分かりますけどこれ一つ反対にあってできませんでしたというふうなではもう予算の取りようもないのでもうまあ我々としてはもう計画が頓挫してしまうというようなあのまあ状況なのでそういう意味では覚悟を持っているのでこのようにえ皆さんの前に来て、えー、まあひっきり言ってそのまま正直に。 ありのままお伝えしているものであります、まあ、その選手を獲得すれば強くなるとはもちろん言いませんけれどもあの少なくとも今の今の選手人件費の延長線上でやるというのは非常に厳しい、まあ、もし仮に上がれたとしても J1 で戦い続けるのが厳しいチームになってしまうのでその上を見てちゃんと選手の補強と体制を整えていきたいというふうに考えています。 それでは次の方ご質問ありますでしょうか。さっき一番早かったおなお大変申し訳ありませんが、おっしゃお一つでお願いいたします。あこのような機会をすいませんこのような機会をいただきありがとうございます。宮原と申します。ええー、とではまあお伺いしたいんですが。 ACL 出場を目指すというふうなことをおっしゃっていますまあ25年にできるかどうかというのは非常に疑問が残るところながらそこは置いておいてその25年ぐらいの時に ACL の出場の基準といいますかスタジアムの基準がだいぶ変わっているかと思いますこの今1万5千人のノツダのスタジアムノツダのスタジアムでまず開催できるかということその開催できなかった場合に例えば国立を使うと 国立を使った際にまた町田から出ていくんじゃないかというふうに不安を持つ方っていうのはいらっしゃると思うんですよね、まあ、そういうのを含めて今後、スタジアムに関して1万5千人には増えるんですけど2万人ですとか3万人入るようなスタジアムをなんとかできるのかというところがまず疑問に思っております。 あとまあすいませんもう一つになっちゃうんですけどあのレディースとユースについてどう考えかということをあのざっとでんで教えていただけたらと思います。ありがとうございます。あのまあエーエル出場できるのか疑問であるというのは正直僕も目の前を見たら J3 に落ちるかもしれないみたいなあの試合してるのに。 確かにイメージが湧かないんですけど、やっぱそういう期待が持てる、まあ、ワクワクできるようなチームにしないとダメだというふうにまあ思ってますんで、まあ、そこは、現時点でリアリティがないと言われたら、僕も同じですってしか言いようがないんですけど、えー、そういうチームにみんなで力を合わせてしていこうというふうにあの今日伝えたいと思ってきました。あのー そ津田の県ですけどこれあの町田市が本当に頑張ってくれてえ1万5千のえ観客席に増やしてくれたのであのやっぱりの津田スタジアムすごく大事にしなければいけないというふうふに思ってるんですけれどもあの津田に拠点を置きながらたまに国立を借りるとかたまにはまあ味の素あんまりないかもしれないですけどとかあの渋谷にできる新しいスタジアムを借りるとかそういうことはあの別にあってもいいと思います。 あくまで拠点は野津田であって実際、町田市からグ、えーグルマップで調べると結構、行ける時間があんまり変わらかかる時間があんまり実は、えー、都市にても変わらないということがあの分,かる分かりましたし別に、その何ですか、まあ、あでも一個,一個言えることはその別にスタジアムを移るという計画はないですというかもうあの町田にいい土地が出ればまた考えますけど、えー、それ以外はないです。 あ,とあのレディースとユースに関してはえ町田はやっぱりあの歴史的に本当に良い選手を輩出する育成の,あのシステムがあってそれに関わるユース組織がまあしっかりしてないというまあ大きな問題をえまあその経営として抱えてますのでそこを強化しようという話はあの役員会でいつも出ています。 ちょっとレディースに関してまだ話は、まあ、正直言ってもなかったんですけどそれは今後話し合っていきたいと思いますその他ご質問ある方いらっしゃいますかそれでは今度はこちらの男性の方です。 あのー、リブランディングということで、まあ、先ほど、あのー、ロゴだとか、まあ、キャラクターが出て、えー、いましたで、あのーまあ、具体的にです、ね、今後それをどう展開していくのか、まあ、今、10月ですのでもう来シーズンというのも意識されているんじゃないかなと思いますけど、えーまあ、例えばそのゼルビー君はースタジアムのキャラクター、まあ、さっきの、あのー、アニメのキャラクター それを具体的にどういうふうに展開をして、えー、グッズとかに関しても今あるロゴとかそういったものを具体的にどう展開していくのかその辺がお聞かせできるなら、えー、教えていただきたいと思いますはいありがとうございますあのちょっと新ロゴでの展開というのはまだちょっと細かく決まったことは現時点でお話しできるものはあまりないんですけれども あのブランド力を上げて、えー、ここで、まあ、プレーしてみたいとか、えー、このチームの,その、まあ、ちょそう濃いサポーターじゃなくても、えー、ユニフォームを着て,て,てると気持ちいいとかっこいいっていうふうになっていかなきゃいけないので、まあ、今後あのブランド管理をかなり徹底してやろうというふうに考えていますので、あのー、今後、作るグッズだとか、えー、このキャラクターを使った映像を コンテンツっていうのをやはりかなりクオリティが高いものをこだわって作っていきたいというふうに思ってましてそれらを使う際のブランド管理というのを過去よりもかなり厳格にやってあの町田 FC 町田のイメージを上げていくというかブランド力を上げてブランド力が上がると今度スポンサーがそこに着きたいというふうになっていくので、まあ、そういう順序で考えてます。 それプラスあのチームが強くないといけないというのはスポーツの場合どうしてもあるので、まあ、そこは両輪なんですけども、まあ、それらを全部やっていけば、えー、収益も増えて、えーまあ、チームも強くなるとポジティブスパイラーに乗せてくるのではないかというふうに考えていますあ一応来シーズンから買えるつもりです。あこれグッズとかか展開ですか えっと、これから作ります、ね、それは。あの,今日、まあ、あのまあご承認は得,得たらというつもりではあるんですけれども、まあ、正式にリリースを出して、えーまあ、今、まだ今シーズンが続いてますから、このオフシーズンの間に、さまざ、あ、まな準備をしていくという感じですその他ご質問ありますでしょうか。 そうですね、それでは、えー、一番後ろの方、えー、真ん中の方ですね、はい、佐藤と申しますよろしくお願いします、えっと、あのー、やっぱり一番 思うことがとまあ今までまあ積み上げてきたものがあのまあ価値がないものというふうにまあ言われてしまっているようなやっぱり気がするというところがあのすごくありますでやっぱりあのサッカーチームって選手も変わって監督も変わる中でまあ寄り所にしてきたものってやっぱり名前 FC マシラゼルビアっていう この名前と,あと顔であるこのエンブレムそれを正直よりどころにしていろいろありますけれどもやっぱり応援してきたっていうのがあります確かにおっしゃるようにその、まあ、東京であったりとかそういったところで、まあ、ビジネスチャンスっていうものが生まれていくっていうものも分かりはするんですけれどもやはりあの、まあ、私は、まあ、ビジネスで応援をして いいないのでやっぱりその気持ちというか、まあ、とても抽象的な話で申し訳ないんですけれどもそれがやっぱり、まあ、今までがむしゃらに応援できたよ、まあ、りどころというのが正直なところです。で、まあ、正直あのなかなかあのクラブのスタッフさんも数が少なくて資金力もなくてっていう中でその、まあ、プロモーションであったりとか。 要は入場者数を上げるっていうふうなことに対してやりたくてもできなかったことってたくさんあると思いますし今でもやれてないことがたくさんあると思うんですなのであの、まあ、もう変えるっていうふうなお話が出た中で何かだだをこねるようでみっともないかもしれないんですけれども FC 町田ゼルビアっていう名前とこのエンブレムでまだやりきれてないこと それをやれるだけやってやれるだけがむしゃらにやってそれでもそこに届かないのであればっていうところじゃだめなんでしょうかっていうのが私の気持ちです <laughs> そこでやるそれでそれをやっていただける会社というかスポンサーだと思っていますしそこまでやるっていうのであれば 僕もがむしゃらに一緒にやりますし、どうしても今のこの名前とエンブレムで、そこを目指して、世界を目指してやっていくっていうのはできないんでしょうかというのが私からの質問です。 はい、<laughs> ありがとうございます。まあ,あのまあ、立場が、えーまあ、同じ。まあ、同じデルビアを応援する立場としてもまあ、立場が違うので、なかなかちょっと、えー、ご理解いただけないかもしれないんですけども。まあ僕はあの先,先ほどプレゼンの中でも言いました。通り、個人のお金を出してるわけじゃないんです。これはまあ社員が稼いできたお金、えー、決して安くないま金額をまあ投入するわけで。 そして株主が、えー、投資をしていて、えー、ちゃんと合理的に説明がつく投資っていうしないとそれは当然株主配任だと、えー、いうことになるんですが、まあ、そんな中で、えー、ゆっくりやっている時間ができるような額であればそれは、えー、じゃあゆっ,くりゆっくり見ようよということなんですけどサッカーというのはとんでもない金額がかかるので。あのー 今の延長でやっていては積み上げたものは価値がないと冒頭におっしゃいましたけど価値がなければ当社は当然しない、えー、要は J リーグのチームというのは非常にポテンシャルがあるし可能性を持っていると思っているだから、えー、IT 企業が今、参入しているんだと思うんですけれども、まあ、その中、あのー、要はゆっくりやっている時間がないので、まあ、一気にやらないと、あのー、説明がつかない。と。 まあしかもう逆に言うと、もっとこの10分の1だったら、まあ、僕のポケットマネー出して、えー、ゆっくり今やれるべきことを全部やろうと、えー、言ってられるんですけども J1 に上がるチームになるともうそれが難しいという中で、えー、まあ最善の折り合いを探してこれをまあ提示したというのがまあ僕の考え方で、まあ、今、多くの方が拍手されましたけれども,もう本当に受け入れられないんだったらもうしょうがないです。もうそれはもう もう今まで、そういう意味ではもうひたすら尽くしているどちかというつもりでやってきてますんでそれでまあ本当にこう誠意を込めてありのままを説明してそれでも嫌だとおっしゃるんだったらもう諦めるしかないとしか言いようがないんですけどもまあなるまあ分かってもらえると思って今日来てまあ話しているわけですけどまあ変えるのもゼルビアがまあ東京になるのはほとんどすべてでまあ,あとエンブレム変わると。しかも、まあ おっしゃる通りだと思うんですその選手も監督も変わる中で唯一のやっぱりどころかもしれないんですけれども、まあ、町田の地にある J リーグのチームというのは不変であって、えー、そのストーリーをちゃんとつなぐためにすべ、えー、てまあ明らかにして、えー、皆さんの目の前で説明をしに来たわけですから、まあ、そのストーリーはつなげないということであればもう我々も諦めざるを得ないということです。それはもう残念だけど まあ、も大通りで僕はあの上場企業の社長なのでそんな温情で全部お金を使うというのはそんな会社嫌じゃないですか株主からしてみると他の社員が一生懸命金を稼いできた利益を給料上げるんじゃなくてサッカーに使っちゃったのということにしかもみんな町田を愛してるようなチームになれるんだったらいいんですけど、まあ、そこまで持っていくのに社内ですらやっぱ時間かかると思ってますのでそれを腹を決めてやろうという。 いうことでまあご説明して、えーまあ、いるのがまあ今です。それでは続いてのご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。えー、それでは前の方、荒井と申します。お忙しい中ありがとうございます。えー、今僕現在 FC マチダゼルビアで大バターを振っております。 それ,それで今現在全部含めると22本ぐらいあるんですで現在触れてるのが19本ぐらいですかねマックスでそれの旗にほとんど今のゼ,ゼルビアのエンブレムが入っておりますそれでエンブレム変更ということで今後まあ来シーズンからになると思うんですけどその旗って振ってもいいものかそれとあともう一つ新しいエンブレムになった時にエンブレム使用料とかっていうのがかかるとかそういうのは ちょっと聞きたいなと思ってお願いします。はいあ、ありがとうございます。あのー、もちろん愛着があれば、えー、振ってあ、どうぞ、失っていただいても、えー、いいですけど、あのー、大畑ぐらいはあの僕が個人でプレゼントしますから、えー、新たに作って、あのそんなぐらいのお安いことです。この選手人件費でると本当にあのー。 ベルディ自体実は個人でやってたんですけどはっ,きはっきりかするぐらいお,お金がかかるんですけどあのそこはまあ申し訳ないけど会場で会社でやらせてもらったんで、えー、そういうあの応援に関わるものとかは、まあ、遠慮なく、えー、言っていただければ、えー、やりますあじゃあそれはまあそのさっき言った通りブランド管理を結構頑張るつもりなので、まあ、かっこいいものになるまで、まあ、一緒にこう。 なんですかね、デザインをブラッシュアップさせていくのは、えー、やらせてもらいたいですけどそれ,それだけあれば大丈夫ですえお時間の方も終わりに近づいてまいりましたのでそれでは最後の質問とさせていただきますので挙手の方をお願いいたします、はいえー、それでは前,前の方。 あ鎌田と申しまますす、えー、発言させていただきます、えー、先ほど、えー、旗に、えー、アルファベットで FC 町田東京とありましたが、えー、日本語表記では、えー、今聞いているところですと FC がアルファベット町田が漢字東京はカタカナということになって、えー、いうのを目にしておりますがそれで間違いございませんでしょうか。 あ、そうですね。はい。えー、F. C. に、F. C. に町田。ね、カタカナで東京です。ありがとうございます。それでは、先ほど、あの、最後の質問とさせていただきましたので,ここでち、ちょっと。待ってくだあの,あ,のあの、ここで、なんか、ご理解得たなという、その手応えがあったら。この後、すぐリリースを出そうという、まあ、準備をしていて、紛糾したら、もうやめようと。 いうふうにちょっと準備してきたんですけど、ちょっと今手応えがないんですけど、あの他にないですかそのどうどうどのようにお感じなのか僕が感じられるよう。それでは今度はですね、お後ろの方でじゃあ若い方はいああ。あ えー、こんばんばは矢野と申しまず1点聞かせていただきたいんですけれども、えー、と僕たちサポーターの声を聞く気はあったのでしょうか、えー、と例えば具体例を挙げますと栃木 SC とかでしたら、えー、とクラブ名の変更に関してサポーターと話し合う場を設けておりました、えー、と僕たちの声を何も聞かない状態で分かるんです東京をつけたいとか分かるんですけど 僕らの声とかっていうのは何も届かないんですか僕はバイト代とか全部をゼルビアに捧げてますしちっちゃい頃小学生の時に初めてゼルビアの試合に来てゼルビアが本当に大好きだからここまでやってるんですよ人生かけて応援してるんですよゼルビアを僕らの声っていうのは届かないですか本当に本当に ゼルビアが好きですし、藤田さんの東京をつけたいっていう意見ももちろんわかるんです。それはブランドとしてつけたいっていう意見。じゃあなんで、東京町田ゼルビアとかにする必要はなかったんですか町田ゼルビア東京じゃダメだったんですかゼルビアが本当に好きなんです。ここにいる人たちは。ゼルビアって名前が好きなんです。僕らの声ってのは無視なんですか 聞いてくれないですか、感情的になって、本当に申し訳ないですけど、僕は本当に商標登録が発表された時からこれを聞きたくて、<laughs> いつもアウェイだって何万もかけて行ってるんですよ、重い荷物持って行ってるんですよ。<laughs> ベルギアが好きなんです。俺は。<laughs> 俺らの声を聞いてください。すみません。以上です。<laughs> あのまあそのまずやっぱりサポーターの、えー、意見を調べ名を変更するときに聞かなかったというか。 え巻き込んでやらなかったっていうのは正直ミスだったというかえ申し訳ございませんでしたあのー、まあこのチーム名に落ち着くにあたって東京町田ゼルビアえま,あまあゼルビアを残すかつ東京を言えるというチーム名もまあ,あらかた検討したんです だけど結局、長いというかえ東京を入れてしまう東京を入れたいとゼルビアを残したいというのをまあ両立させるのがまあ町田必須ですからまあ非常に難易度が高いというまあ結果になってえまあこのような形に落ち着いたんですけれどもまあちょっとプロセスとしての間違いというか本当に。あの 株取得するときから、これ、あの先ほど言った通り、契約の条項に入っていましたから、これはかなり早い段階で、えー、サポーターに説明しなきゃいけないと、まあ、僕自身が言ってましたし、えー、しかも、仮、え、仮、ーまあ、過で入った東京町だから何度も変わってますから、その過程でなぜ意見を聞かなかったかっていうのは、本当に、えー、反省してます、えー、申し訳ありませんでした。あのーはい

いやもうあのだからさっき言った通りここで紛糾したらリリースを出さないつもりで来てますから、まあ、今日話し合って今拍手もたくさんありましたから、まあ、ちょっと難しいかなと正直思ってますあのケツを取る場ではないので じゃあやってもらっていいですかあの、賛成か反対かをここで取ってもらってそれではチーム名変更に関して、えー、賛成の方、拍手の方をお願いいたします。続いて反対の方拍手 ちょっと意外と全然ダメかと思ったんですけど半半ぐらいです、ね、<laughs> どうしましょうかもう少しやるか終わるかもう少しやりますかそれではもう一つ最後にもう一つだけお時間の方もございますのでそれではそちらのあの 水色のシャツの方ですかね。はい、志村と申します。よろしくお願いいたします。えっと、まあ、私は生まれ育ち、まあ、町田鶴川民なんですけど。あの、のゼルビアも、なんか、応援してるんですけども、最初に藤田オーナーが。 あの世界へという標語であの株取得されてで商標登録に東京え町,町田東京と来た時にまあ結構納得はしたんですねあの世界に打って出るんだったらこの東京というブランドは結構世界的に大きいとまあそういった中であのビジョン的にはあの確かに周辺競合ひしめきますしもう東京は明らかにチーム数多いんですよねベルディもそうですし F 島もそうですし。その中で、まあ 東京の人口も考えて打っているというまあビジョンもあの理解できて、まあ、そこでチーム名変更もまあ私なりにその本当に強くなる町田強くしたいという思いがあるので、まあ、やっぱりスタジアム見てもちょっと客少ないないっってて毎回思ってしまうんですねそういった中でそのブランリブランディングというのは非常に分かる中でじゃあプラスまあ,あとせっかくやっぱり地元にチームサッカーチームあるってすごい幸せだなと思って今までやってきてるんで、まあ、せっかく やっぱりぜひあの町田その市民向けの何か地元サポーター向けのみたいな何かそういった取り組みとかあればありがたいなと例えばまあドイツとかですと結構地元密着で地元であの新たに生まれた子どもに向かってチームの服とかグッズをプレゼントするなんてそういうこともやってるなんていうまあドイツは経営がいいチームばっかりなんでそういうこともできるって聞いてるんですけど、まあ、そういった何かこう町田地元向けの何かフォローでもないですけどより地元を愛する 何か取り組みとかもしあればぜひお伺いしたいなとまあそういったこういったビジョンとかもあればお伺いしたいなと思いますお願いしますはいあのありがとうございますちょっと肯定的な意見本当癒されます本当にありがとうございますあのまあちょっと今までもしかしたら違う面もあったかもしれないんですけどやっぱこれからはやっぱりファンを第一に、えー、さっき言った通りファンを増やさないとスポンサー,ンサーも増えないし、えー、収入が増えないって先を見通せないというプレゼンをした通りなので。 ファンをもっと大事にし、かつ地元町田をまあ大事にするチームというのを、えー、あまりちょっとフロント陣ではあんまりそれを言ってこなかったんで、えー、改めてそれを掲げて、まあ、具体的にこの地元で何をするかっていうのは、まあ、これからアイデアを出していくという形になると思いますけれども、今後やっていきたいと思います。まあ、それを言う上で、あの先ほどね、あのー、おっしゃってら、そのチーム名を変えるという大事なことを 勝手に決めて一方的に、まあ、あの発表するというのは本当はミスで済むんですかと言いましたけれどもあの本当、えー、これはあのそういうチ,チームを目指す上では、まあ、完全に、まあ、我々のミスで、えー、申し訳なかったというふうに思っておりますそれではもう一ついきますか。 えー、それでは今度はですね、えー、前列の方、はい、貴重なお時間をいただき、ありがとうございます、宮本と申します。 えー、私は、えー、さっき若い方でお話しされたゼルビアを残したいというサポーターの気持ちもわかりますし、えー、藤田オーナーの気持ちも、えー、すごく、えー、ゼルビアのことを思っていただいていると思っているので、えー、どちらに転んだとしても引き続き応援したいというふうに思っています。でそののの上でやはり今ゼルビアをを残ししたいいいいううう方思も少し、えーまあ 勝ち切るっていうと言葉悪いですけれども納得できるような説明の一つとしてやはりあの東京を増やすと、まあ、スポンサーが増える可能性がある人件費を増やせる可能性があるというようなお話をされてたかと思うんですが具体的に来年 J2 で J1 をせが昇格を目指すポジションに行くためにどういった東京というのをつけて えーまあ、現時点でなかなかお話しできない部分が多いかとは思うんですけれども、えー、どれだけの賞、えーまあ、賛というか、降参があるのか、えー、可能な範囲で教えていただければ、えー、納得できる部分も増えるのかなというふうに思いますので、お答えいただければと思います。よろししくお願いいいいいたたまますすはご、いえー、ご理解いただきあありがとうございますあの ちょっと来年の選手人件費をいくらにするかっていうのはこれまだ現時点ではちょっと未定なんですけれどもあの、まあ、最初からいろんなインタビューでも言ってきたんですけどハード面が整ったらそこから選手をこう誘致したりとか、まあ、ズルビアで活躍してた選手が奪われるのをまあしっかり選手人件費を増やして止めるというようなことをしなければいけないので、まあ、ここから人件費を増やしていく段に入っていくので。 え今、作っているあのクラブハウスの完成がえ2020年の秋ぐらいでしたっけ秋ぐらいをメドにしているのであのまあそれができる前提でまあ取り始めるとえいうことになると思うんですけどもあのまあかつて結構、大きな多額の人件費を用意してえいい選手をばんばん取ってチームが壊れていったチームをいっぱい見てきたので。 まあそうならないように、えー、まあ監督や、えー、まあ G.M などと相談をしながらまあ適切な着地点がどこなのかというところを見つつですねまあ人件費を増やすというのは基本的には間違いないですそれなりの規模をやろうというふうに思っています三木谷さんほどは無理無理なんですけど <laughs> あんなふうにはで,できないんですけどまあできる限り頑張ろうというふうに思っています。 えっとですね、やっぱりあの営業の面でサイバーエージェントも動いてるんですけどそのまあリブランディングしてその世界に打って出る東京の町田チームっていうといけるんじゃないかという感触はあるんですけど逆に今現在の町田ゼルビアのスポンサーをやってくださいっていうのはかなりハードルが高くて、えー、そのなかなか大手のスポンサーってのは入ってこないんですよね、えー、だからそこをこうガラッと変えるような、まあ、動きをまあ今後していきたいというふうに思ってます ありがとうございますだいぶお時間の方が差し迫ってまいりましたがあのその、まあ、難しいかなと今思ってるんですけどあのこのあと「氏、え、名、ー、変更します」っていうリリースを出すのはどうしても嫌だっていう人はちょっと挙手してもらってもいいですかあの難しいですね <laughs> まあ,あの当然あすみませんおろしてください まあ当然全員の,あの賛成を得るのは無理だとは思ってるんですけど、ちょっと一旦保留にします。はい、それでは最後に、株式会社、テレビは代表取締役社長、大友武久より、閉会のご挨拶を申し上げますえ皆さん、お疲れ様でした。 えっと、本当に何でしょう、ね、皆さんの思いというのも理解できますし、まあ、チーム名の変更というものが、まあ、あの与える影響というのもあるというのは、まあ、今。 改めて認識をしたわけですけれどもプロセスに関しては申し訳なかったというふうに思いますけれども、まあ、やはりです、ね、チームが続いていてくことをやはり優先なんですねチームへの思いもちろんあると思いますでもそれチームがなくなってしまったらその思いっていうのは 届かなくなくってしまいまいす J1 を目指そうと言っている中で予算規模を先ほどもありましたけれども J3 の大きいクラブの方です J3 のクラブでも町田より大きいクラブがありますじゃあ前進しなくていいのかということに関してはそういう方もいらっしゃるかもしれませんけれども 会社がじゃあ停滞するとチームとしてもうこのままでいいと J2 と J3 を行ったり来たりするクラブもしくは J3 にいるクラブそれでも俺たちは愛するいると思いますただあのクラブが持たなくなくると思いますやっぱりどん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 クラブも成長していって皆さんと一緒に誇り町田の誇りを持って クラブを成長させていくということが使命だと思います。そして町だというところを世界に発信していく、これも使命だというふうに思っております。なかなかあのこういう場で来ていただける方、本当に気持ち思いの強い方多いと思いますので、えー、なんでしょうね。まあ五位ケースをここで取るというのはなかなか難しいとは思いますけれども。お ご理解というかですね、あのこういう考え方のもと進んでいると、決して本社、サイバーエージェントの思いだけで進んでいるのではなくて、クラブと話をしながら進んでいるということもご理解いただければなというふうに思っております。あと,ちょっと下川の方からも一言続きまして 株式会社テレビは代表取締役会,会長下川弘紀よりご挨拶をさせていただきます。ますますね、えー、皆さんこんばんは。あの今日は貴重な時間をいただき、えー、サポーター。 の皆さんに集まっていただいてこのような場でお話しできることをすごく嬉しく思いますただあの今日ハレーションじゃないんですけど皆さんたちの思いっていうのもよく聞けたし、えー、本当にあのゼルビーを愛してくれてる方ばかりで、えー、僕も含めて、えー、もう十何年一緒にやってきた仲間だと思ってますでさっきね若い方があのすごく気持ちのこもったことを言ってくれたんですけれどもあの 会社ととなるとやはりそのお金がかかるしやっぱりそういったものを、えー、市民クラブがやっていくっていう中で集めてどうのっていうことは非常に厳しいですやっぱりそこはある程度皆さんが理解していただいて逆にこういう場で栽培人との藤田さんですから何千人もいる社員もいらっしゃるし株主もすごいいらっしゃるそういう方と くっっついていいいてててただやれるっていうことがねどんだけすごいことで本当に口で簡単に世界になんて ACL が5年後って言ってますけど多分やっちゃう人だと僕は思ってお願いしましたあの身売りをするんではなくてこうやって一緒になってねクラブを考えていこうっていうところに耳を傾けてくれた藤田オーナーが分かってくださると思ってますあの本当にあのゴール裏でいつもいつもね もう雨の日も風の日も一緒にやってきた仲間たちですから非常にわかりますこの会場を作って丸10年経ちましたけどもあの役員会でも15人の役員の方が今回去年の10月に一掃して4人になったんですねこれは意見がまとまらないと前に進めないからずっと支えてくれた方もみんなでそのまま残ってくれてやってるんですけれども 前に進むっていう時にはやっぱりハレーションは必ず起きますぜひその辺を理解していただいて、えー、気持ちをねあの一つにして今あの皆さんが言っているように先のことより今だろうで19位という中で今週あさってですか台風明日来ますそれでもあさって強行してやっていくと安全を考えてやっていくとでそういう中でやっぱりそのこういう日を大事に していきたいし、ここからどう変わっていくかっていうのところにね。皆さんがいられるっていうのも、これ歴史が変わる上ではすごく大事な時だと思います。綺麗事じゃないんですよ。本当に、あの、会社が辞めるよって言ったら、会社終わっちゃうし、倒産だって言ったら倒産しちゃうし、そこは分かっていただけると思うんですよね。で、言いたいこともいっぱいあるし、で、言葉も皆さんも選んでくれて喋ってるのもよく分かります。 僕ももも言葉これででで選んでるつもりです一緒になってあのいいクラブにしていくとか世界に出ていくっていうことをね町田の鶴川から、まあ、鶴川ってっておかしいねあの町田からね出ていくって言ったらやっぱりさっきオーナーが言われたように東京というブランドをつけないとそこはみっともないみっともないっていうのはその町田がダサいんじゃないんですよ世界のクラブもう本当に僕も学生の時から世界中ヨーロッパの試合行ってます ででもやっぱり町の名前が一番に来るんですよねそこのところをやっぱり皆さん考えていただきたいなって本当思います。今日はあの本当にお時間ねあのこれ作っていただいてまたあのちょっと長くなりましたけれどもこの後あと懇親会もありますからいろんな意見をぶつけてあの人数が限られちゃうんですけれどもぜひぜひあの話を聞いてくれるオーナーだと思いますので、えー、皆さんと一緒に新しい「 クラブに変わっていくというところで協力していただければありがたいと思います今日はありがとうございました以上をもちまして FC マッチアデリビアサポーターミーティングを終了さすとさせていただきます本日はお忙しい中誠にありがとうございました 皆様、改めまして本日はお忙しい中、お足元の悪い中、どうもありがとうございました。今後とも FC マスチャーリビアの変わらぬご支援、ご声援をどうぞよろしくお願いいたします。なお、本日、この後、先ほどもありましたが、事前の抽選により、当選された皆様と懇親会をご用意させていただきました。当選通知が届いております方は、メールに。